はいどうも、ひこぼんです。バトルリーグの時間がやってまいりました。というわけでね、あと0と50ぐらいで2000いきます。次3勝ぐらいすればエースいくんじゃないかなと思います。なので3勝目指して頑張ります。そしてパーティーはこれです。これ使ったんですけど、ガラルマッキョとトリデプスが出てくると、大抵負けてたんですよね。ガラルマッキョは倒すんですけど、最終的にね、トリデプスが残ってね、このチルタリスとスリーパーが体力フルに残ってる状態でもやられちゃうんですよね。これがギミックパーティーかって感じですね。なんとか鋼ってやつですか。やっと分かりました。そしてね、気づいたんですよね。スリーパーに気合玉を持たせれば、トリデプスと戦えると。あと気合玉はね、ゲージ貯めるのは多分時間かかると思うんで、ちょっと小回りが効かなくなると思うんですよね。それによってまた別の負けが増えたら嫌なんですけどね。だから鋼で負けるのって、まあ、たまになんですよね。2セットやって2試合ぐらいだから、無理に気合玉にすることもないじゃないんですけど、トリゼプス1体にこのチュータリスとスリーパーがかなわない感じが嫌なんですよね。まあその辺の兼ね合いを見てみます。今回初めて気合玉にやります。どうなるか分かんないですけど、やってみましょう。ふよっ、これはいいでしょう。うわ、なんだ。悪くないんだな。格闘と炎か。これ結構入りますね。雷大丈夫です。うわ、撃っちゃった。これもなんじゃろう。雷、ナットでねちょっと使ったんですよね。結構強かったです。リッパー出てきました。で、よし、やったー。これは大きい。シールド張ってくる。そんでもってスリーパーさん、暴風かウェザーボール。ウェザーボール、うん、雷パンチ、シールド合ってくるかな。お、受けてきた。これはうわー、気合玉かなりゲージ溜まるの長いな。まあこれでいいでしょう。頑張りましょう。通常技でどんどん減らしていく。これはまあ受けてもいいんじゃないかな。のしかかっていく。そして雷パンチ、まあシールド2枚残ってんでいけるでしょう。まあのしかかりでしょうけど、シールド血が溜まってシールドお相手諦めませんね。おお、すごいな、のしかかり。やりました。まずは1勝。3勝勝たないと上がんないですよね。1勝の重さがないんだよな。毛玉の出番なかったです。もう一回いきます。ミラー対面、これ難しいんだよな。これゴッドバードだな。うん。これを防がれると困る。受けてください。おお、受けてきた。終わりました。でもあれブラフが良かったかなと思うんですけど。うわー、これどうしたらよかったんだ。受けるよね。まあこれ、まあ鋼だこれ多分。違うか？違うわ。確か結構効くんだと思うんだよな。ハードプラントって結構万能ですよね。うほー、まあいいでしょう。効くなあ。お、降参されました。気合玉を打とうと思ったんですけどね。あと1戦1勝1勝1勝に行ってくれや。主張すればエースです。多分またエースだ。このポーズってなんだ、強そうだぞ。うわ、ガラルマッキョだ。やばいな。終わった。変えないで。いや、ガララマッキョ相手にチート率は何もできないからな。シールド1枚回ってきます。こっちじゃなかったか。ヘドロ爆弾だもんな。ヘドロウェーブか、ヘドロ爆弾。うん、どうしてもいいや。ヘドロ爆弾。風砲チブタリスをどうしてもガラルマッキョ。耐えて耐えて気合玉を打ち込むっていうのはどうでしょうか。いや、ダメだ、その前にやられちゃう。ダメだよな。これやるでしょ。ボーン、まだ残った。うわー、ダメだ、起点にされてしまった。あれ一発やられてくれたやったんだからな。なんだ口が回ってない。あ、打ってくれた、よかった。これで一気合い玉いければワンチャン。もう溜まってるかな。うわははは。耐えろ、耐えた。すごいな、ガラルマッキョ。なんていう回転の速さだ。気合玉がたまらなすぎる。使えんのかなこれ。まだ炎のパンチの方がいいな。いやでもトリテックスに勝てないんだよな。気合玉実用的じゃないかもしれない。水水の方がいいんかな。うわ、ワイルドボルトだなこれな。嫌なんだよな。ここでシールド張ってきたら多分ワイルドボルト使ってくる。お、使ってこない。あ、使ってこないのかこれ。逆か。これでワイルドボルトか。ああ、やっぱそうだ。なんだ次はフィリッパー。これはウェザーボールですね。暴風食らうとどれぐらい減るんだろう、気になるところですが。倒しちゃいます。もうちょっとためりゃよかったな。シールドしてこない。うわうわ、打ってくれ打ってくれ打ってくれ。よし、やった。シールド貼っておくかな。上がってきた。うわ、これで溜まったからダメだなこれ。ワイドボト打ってきますか。打ってくるんですか。シールドワイルドボルト怖いんだよな、一発が。なんだこれ、見えない見えない。あ、一発食らって交代しましょうか。なんかおお、いいぞいいぞいいぞ。悪くない悪くない。ほら、降参されてしまいました。やりました。3勝できました。あと1戦。気合玉が使えないな。いや、トリデプスが出てくるまでやる。気合玉を覚えてることによってね、トリゼップスが出てこないかもしれない。ナイアンマッチングで。うわー、嫌なの来たー。お、変えてきた。なんだこれ。見えないんだけど。だからあ、闇ラミか。あ、このままでいいんじゃないかな。とっておきじゃなくてなんだっけ、とっておきかさまでした。結構来るね。シールド貼らない、足らないという選択。ちょっと残った。やばいですねこれね。うわ、お、これはチャンスじゃないか。まさかの気合玉。どうでしょう。あ、ブラフ打つべきだったのかな。いや、ブラフ打ったら次ためるのすごいかかるかな。おやったこれです、これです、これがやりたかったんです。これでもういいんじゃないかな。もうやめて。そうそう、そうそう、今みたいにうまくいくとは限らないわ。いつもあれなすすべなかったもんな。これはグローパンチか冷凍パンチか、まあ、どちらにしろもう最高金利です。打っていく。これはもう勝ち確でしょう多分。いや違うのか、そんなことないのか。これで2発連発で打ってきたりするのか。そんなことないよね。すっげえ怖いんだけど。いてない、いてない。うわ危ない、危ないや。やりました。4勝できました。おお、気合玉が見事にはまった。あれがなかったら負けてたな。というわけで4勝です。ポン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 。レジスチル悪くない。さっさと捕獲したい。さっさと。これディワードだからね、ここまで粘る必要ないんですよね。もう取れた。もう一発で取れていいと思いますここは。いくかな、エース。ポン。あ、やりました。2036。エースに到達です。お、コルニグローブなんか2回も出たような気がするけど、もうこれで満足だな私は。いやまだベテランがあるんだ。というかね、気合玉1回ですが輝きました。もうこれで成仏できます。いつもね雷パンチとレートパンチだったんですけど、なすべなくもね起点にされてどんどんゲージ貯められてね削られていきました。それが気合い玉でドーンですよ。気持ちよかったなあれはよかったっす。あそこシールドされたら終わったもんな。とりあえず今回エース到達できました。ありがとうございます。もう少し頑張ります。ひこぼんチャンネルメンバー募集中。ここのメンバーをクリック。月額490円でなれます。明日のひこぼんチャンネルの支えになります。